ズコッティ公園、A、ズコッティパーク、旧名リバティプラザパークとは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ローワー、マインハッタンにある年中開放の民間運営公園である。面積は3万3000平方、フート。当時の土地所有者による首都の公園整備についての交渉を経て1968年に、US スチールによって整備され、そばにある、 ワンリバティプラザにちなんで、リバティプラザ公園と命名された。ブルックフィールドオフィスプロパティーズが管理しており、ブロードウェイ、トリニティプレイス、リバティ通り、シダー通りに囲まれている。公園の北西には150グリニッジストリートに通じる通りがある。金融業界で働く人などにとって有名な場所になっている。2001年、アメリカ同時多発テロ事件で、 大きな被害を受けたが、その後復旧され、テロ事件に関する記念式典に使用された。2006年の再整備で、現所有者のブルックフィールドオフィスプロパティーズのジョン、ズコッティ会長にちなんだ、ズコッティ公園に改名された。2011年、公園は、ウォール街を占拠せよによる、抗議キャンプの拠点になっており、参加者が公園を占拠し、 フィナンシャルディストリクトにおける抗議運動をアピールする場所として使用している。リバティプラザ公園と称された、この公園は1986年に US スチールが隣接する本社を建てる際の高さボーナスを変換する形で整備された。その建物は現在のワンリバティプラザである。この公園は フィナンシャルディストリクトにおける数少ないテーブルと座席があるオープンスペースだった。ワールドトレードセンターの一角にあることから2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件では多くの破片が散乱した。その後復旧の準備拠点として使用され、ロワー,ーマンハッタンが復旧される中で公園も食事や椅子とテーブルの再配置が行われ復旧された。2006年6月1日に 公演は再オープンにした。デザインは、クーパー・ロバートソンパートナーズが手掛け、費用として800万ドルが投じられた。公演名も、再整備に資材を投じた、ブルックフィールド・プロパティーズの原始イオで過去に、エイブラハム・ビームの下で、都市計画委員会委員長と、初代助役を務めたジョイン・ズ・コッティに由来する、ズ・コッティ公演と改名された。現在、 公園には多種にわたる樹木が植えられ、花崗岩で舗装された歩道や、テーブルや椅子、公園を照らす地面に埋め込まれたライトがある。座ってる、ビジネスマンの彫刻、ダブルチェックは、再整備の際に撤去されたが2006年に、再配置され、同時に高さが70フィートの中小彫刻作品、ジョイデ・ビブレも配置された。グラウンドゼロに近接する場所として、ズコッティ公園は、 観光名所となっている。当初聖ピーターローマカトリック教会に置かれていて、その後9.11メモリアルに移転したワールドトレードセンタークロスはメモリアル移転前にズコッティ公園での式典で使用されていた。2011年9月、ズコッティ公園は抗議活動参加者に選挙された。ズコッティ公園は2011年9月17日から 続いている抗議運動、ウォール街を選挙制を似て、運動参加者の拠点として使用されており、一部の参加者が公園に来る人向けに救命である、リバティパークと書いたプラカードを掲示している。当初はワンチェースマンハッタンプラザを選挙する計画だったが、閉まっていたため断念した。選挙された理由はこの公園が公営でないことと、夜間閉鎖がないからである。 レーモンド・ケリー・ニューヨーク市警察委員長は2011年9月28日にニューヨーク市警察はズコッティ公園が24時間開放しなければならない公共の場所であるため使用している運動参加者を排除することはできないと述べている。さらに公園の所有者は公園にて許される行為について規則を定めており公園に来て直接注意する必要がある。 とも述べている。所有者であるブルックフィールドプロパティーズのスポークスマンは、ズコッティ公園は、本来一般市民が休憩や娯楽で使用するための場所であるため、我々は現在の選挙されている状態に強い懸念を感じており、いずれニューヨーク市とともに公園を元に戻すための行動を起こすことになる。と発言している。2011年10月6日。 報道によると公園を所有するブルックフィールドオフィスプロパティーズは通常公園は平日の毎晩に掃除と検査を行っているが9月16日金曜日以降参加者が協力を拒否しているため掃除が不可能となっており衛生状態が見過ごせないほど悪化していると問題提起している公園を清掃保護するために参加者がボランティアで広場の清掃を 並びに花壇を傷つけないことを注意する掲示をしている。11月15日の現地時間午前1時頃から NYPD が公園の掃除を始めた。これに伴う立ちのきで公園の再選挙を阻止しようとするニューヨーク州最高裁判所はブルームバーグ市長 NYPD ブルックフィールドプロパティーズに対して排除行為の差し止め命令を下した。公園には マークディスベロ作のジョイ・デ・ビブレとベンチに座っているビジネスマンの銅像であるジョン・スワード・ジョンソンに制作のダブルチェックの2つのオブジェが置かれている。ジョイ・デ・ビブレは高さが70フィートで明るい赤色の蛍光で作成された彫刻で2006年に公園に置かれた。以前はストームキングアートセンターに置かれていた。オーストラリアの美術評論家であるベンジャミン・ジェノッチオは 高層建築物に囲まれた中で素敵に反響していると彫刻にとって最適な場所と発言している。ありがとうございます。